アナグラですテルチャンネルってご存知ですかね昔あの今でいうヤンキー映画の「ビーバップハイスクール」っていうあの悪役の生徒役なんですよね、まあ、上等の上等高校っていう高校のテルっていう役だったんですけど、まあ、その人がねチャンネル持ってるんですよ。 まあどうですかかね、まあ、半年ぐらい出すのかな早めにちょっとキャッチしましてぼちぼちね見てるんですがなんていうかな酒飲みながら脳ガキを垂れるっていうような番組なんですけど面白くてねそこでね亀田四郎さん亀田三兄弟の,あの親さんですね彼があのたまに出るようになったんですねで昨日もまた出てたんでちょっと っっちゃったんですけどあそこでねあのあれ業務用の鉄板焼き器焼きの台あれがねあそこでね、うん、肉焼いてるのうまそうでねこれいいなと思ってねまあちょっとスペースもそういうのも自分にはちょっと無理ですけどああいうのあったらいいですねな片付けも楽そうだしんでちょっとねスーパーで買ってきた肉でもちょっと すぐ焼けるんじゃないですか。あれ本当ね、あのー、家庭用の焼肉プレートみたいのとはわけが違うんでね、これいいなと思いましたね。でね、その中でね、あの尺由美子さんっているじゃないですか。あのー、昔のおもちゃで、えー、アルコールをそこにセットしてお釈するってやつですよね。尺お釈つったっけな。あのー、なんかそんな尺さん シャクスさんのキャラクターで、まあお釈してくれるっていうのはおもちゃですよ。結構もう十年以上前でしょうね。結構ねネット上で高値がつ,ついてましたね。まあそんなことでね、あのあの鉄板はね本当ね業務用の鉄板の台本当いいですね。自分はねあのあの二人の亀田さんとのテルさんとの会話も結構ね面白くてね、亀田さんはユニークなんでしょう。まあ、テルさんもね。 あのなかなか普通に受け答えっていうか普通にカメラさん相手にできるんで見てて面白いですよねあ年はねカメラさんのほが一2個多分上だと思いますねまあそんな感じでそれで釈さんのねおもちゃが出てきたんで釈さんっつったらパニック障害を、えー、と公にしてんです,よ、ね、ですからねちょっとそこでまたパニック障害のことをちょっと自分がそうなんで思いましてね 去年か一昨年か去年ぐらいかな一昨年しか、まあ、テレビで釈さんがねあの登山してるわけですよその時は俺パニック障害告白される前だったかなでそのパニック障害ってこと聞いてあびっくりしてねいやこの登山はパニック障害克服した後に行ってると思いましてあすごいなと思いましてねなった人しかちょっと分かりづらいと思うんですけどパニック障害ってまあ程度にもよりますけど20代結構患ってたみたいなんでね うん全然軽い方じゃなかったと思いますよでプレッシャーのかかる芸能界ですから、うん、大変だったでしょうねまあそれでも30過ぎぐらいなのかなある程度、ね、年齢で克服してまあ登山なんか行ってるライフスタイルを見てねああ,ああすごいなって感心したんですねまあでも今は結婚してお子さんもいらっしゃるんでそんなにねもう登山とかできないでしょうけどねまあ大変だったんだろうなってね 思いま,す、ね、まあ他にも芸能人たくさんいますけどもうみんなねプレッシャーのある中本当大変だと思いますねまあそんなところでねほんと「テルチャンネル」ってね結構ね自分はね、うん、好きなんですよねのんびそれで、えー、今からは Vlog という形の日常の話になります昨日はですね 体調はぼちぼちだったかな？ま頓、あ、服は入れてないんで、今日も今のところないですね。で今雨降ってるんですよ。実はちょっと映像に映りづらいですけど、小雨がね降ってまして、もうその前からずっと湿度が高いかったんですよね。えらい深い指数でこれまた夕方以降体調悪くなるかもしれないなって感じがしますね。こんな薄着で来てるんで薄着つってたって。これ以上ね。羽織,羽織っても悪くてしょうがないんで。 まあ本当はね肩出すのは良くないんでしょうけどとにかくねあのすごいですよ今これ話してるけど深い湿数が湿気でこれあのペットボトルの常用してるペットボトルの水水道水をねあのかぶってちょっとさっぱりさせたりするんですけど、まあ、それでも今日の湿度は半端じゃないですねずっとぼちぼち見ててくれてる人は分かると思うんですけど少しね ちょっと前からあの動画のねカットを入れる勉強してえっ、ー、とそれやってるわけですけどねもうえらい時間かかりましてまだ慣れてないせいか、うん、全部動画上げるまで今の仕様で自分のレベルで動画上げるまで3時間は普通にかかるじゃないですかただカット入れるだけであとサムネ作ってこのカットの仕方がね、まあ、大体慣れてきましたけど まあ通常この辺の10分ぐらいの動画だったらどうですかね30分から1時間ぐらいあればね終わると思うんですよね慣れればでサムネだって慣れれば本当十10分ぐらいで終わるんでしょうまあそこにたどり着くまでまあなんだかんだ新しいちょっと発見とかあったりじゃあこっちにしようとかいろいろやってるわけですよねでえらい時間かかってね労力がで今はちょっと勉強中だからしょうがないなと思ってえ時間をね使ってますけどね カットとあのサムネ、まあ、カットはねただカットするだけなんで単純なんですけど、うん、結構これがね、うん、半端なくおいすいませんちょっと今ね多分スズメバチですねこれ、ね、通ったの、うん、とにかくまだ慣れてないんで大変ですねでまたあとサムネサムネもね、うん その後ちょっっとと覚えようかなと思って、ねうん、簡単な文字だけでも入れようと思っていろいろああやったりこうやったりえっ、ー、とつけたやつをまたね貼り直したりねいろいろねうんやってますけどただあのこのこカット編集もサムネもある程度の,、ね、あの今,今まで自分のネット上で商売してきましたんである程度の,ある程度の、ね、形を作っちゃうとあとはね同じことを繰り返すだけなんで。 楽なんですよねその辺は十分分かってますからいやーしかしねあの凝ったあの編集とかはあのやるつもりはないんで、うん、まあ基本トークなんでねんんで、うん、あと文字入れとかその辺はね、うん、心理的にあの文字なんかちょっと入れた方があの動画の質っていうよりね効果は上がるっていう話は ありますけど、まああとねあのサムネに関しては自分の考えですがもう一番最初の動画から考えてますけど、まあ、今までネット上で商売してきて、えー、思ってる結論ですけど、まあ、これ YouTube のサムネも同じだと思うんですよ似たようなところがあるんでとにかく目立つんでやっぱり多くても産業ぐらいのだって 細かいのこうやっていろいろ貼つけたって読まないでしょ。この動画は何かっていうことなわけですよ。うん、だから自分はその線でやっていこうかなと思ってますけど、ちょっとね画面が曇ってきましたね。これ湿気かな。すみません。ほんでね下の下っつうかちょっと待って下っつうかねこれ下にねあのカトリス線こ置いてるんですよね。その煙ではないですね。ちょっとこれちょっとすみません。 はい、すいませんやっぱりあの湿気でちょっとレンズが曇ったみたいですね湿気っていうか雨がちょっと入ったのか分かんないですけどまあそんな感じでねだから最近ですねあのアップする時間がねうん帰って飯食ってえー、と残りのこの動画の,あのアップロードするまでのね作業をちょっとしてアップロードするからちょっと遅れちゃうんですね。どうしてもあの 夕方の飯食うまでにね全部終わらせてすっきりさせたいんですけどそのことやることはそのほかやること本来があるんでだけど今はねちょっと勉強のつもりで前話しましたけどここ、えー、とサブチャンでちょっとうん面白い動画撮ってみたいっていうのがあるんでそっちの勉強にもなるんでカットとサムネぐらいは作っとかないきゃなっていうのはありますねまあそんな感じでねあのこの YouTube の まあ勉強もやっと半年ぐらい経って編集の勉強をし出したってところですね以上です穴倉でしたありがとうございました失礼いたします